タルミ鉄道株式会社は、岐阜県で、旧国鉄特定地方交通線転換線及び、旧日本鉄道建設公団建設線からなる、鉄道路線を運営している、西能鉄道、住友大阪セメント及び、沿線自治体などが出資する、第三セクター方式の鉄道会社である。本社は、岐阜県元巣市に所在する、第三セクター会社ではあるが、 住友大阪セメント、岐阜工場の製品輸送を行っていたことから、性能鉄道、住友大阪セメントが2社合わせて、出資比率7割を超える大株主となっている。収入もかつては、貨物輸送が大きな割合を占めていたことから、初代社長の林加義寺は株式会社としての教授を保つ意味で、いずれは、配当を出すことを謝罪としていた。しかし2004年に、 住友大阪セメントは、鉄道利用を2005年度末で打ち切ることを表明し、2006年3月28日、限りで、セメント輸送列車の運行を終了した。終了後の経営は、非常に厳しく、2005年度より、沿線後市町から年間1億円前後の、財政支援を受け、収支改善計画に取り組んでいるが最終赤字が、続き、 財政支援の打ち切りも検討されているなど、路線の廃止が危惧される状況であったが、その後は、形状赤字の縮小、最終損益の黒字化が評価され、2013年時点では、支援が継続されている。その一方で、薬草列車や、しし鍋列車などのイベント列車を運行したり、ショッピングセンターの最寄り駅となるも、レラ岐阜駅を開設するなど、 収入増を図っている。また、2015年4月30日より、市民駅長を任命し、17の無人駅を委託管理することによりコスト削減を図っている。運行形態などは、以下の項目を参照のこと。本鉄道の特徴は、ワンマン運転のレールバスを主体にしながら、朝ラッシュ事業及び、薄積桜花見列車用の客車を保有していたことが、挙げられる。 客車は国鉄や JR からの払い下げで貨物用として保有するディーゼル機関車によって牽引されていた。機関車を必要とするなど運用に手間がかかる客車をイベント用や観光用ではなく定期列車、それも運賃以外を必要としない普通列車で運用するのは旧国鉄の特定地方交通線を転換した第三、セクター鉄道としては極めて異例であった。 その後貨物が廃止された影響で、2006年に客車列車は廃止されている。機動車形式のハイモとはハイスピードモーターカーを意味し、これに機関出力値を組み合わせている。2018年12月現在、機動車に形式6両、除雪用モーターカー1形式1両の計8両が在籍する。 開業時に用意された車両は2006年までにすべて運用を終えた。機動車範も295から315系、機動車範も295から516系、機動車範も295から617、型機動車廃も330から701系、機動車除雪用モーターカー DB1、除雪用モーターカー機動車この他に、 2010年2月から10月までの間、踏切事故で故障した灰も295から315の代替として、長良川鉄道の長良1型なが良10が運用に着いたことがある。機関車日立製作所製35トンスイッチャー D102、高崎運輸に渡った元トゥド103客車オハフ502、スハフ1101薄積みにトゥド113オハ2000系、 客車大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。誕円。ありがとうございます。